生活協同組合ララコープ長崎西所属の田辺雄一郎です。現在4年目になります。仕事内容は主に組合員さんの自宅に配達ですね、頼んでいただいた商品のお届けをしています。また組合員さんにララコープのおすすめの商品を案内したり、あとコープ教材だったりのおすすめをしています。生活協同組合ララコープララなめし副店長の村さやかです。総菜のリーダーを兼務しております。今9年目になります。総菜の業務がメインにはなるんですが、朝から納品された商品の搬入やスタッフさんと分担してお弁当やお総菜を作っています。でリーダー業務としてはその週の製造計画や作業計画を作ってスタッフさんに共有しています。副店長業務は店長不在時の対応や商品の配達など行っています。生協に入ってすごくやりがいに思うことは、配達はちょっと夏は、暑く、雨の日もあったり、冬も寒い中でちょっと行ってるんですけど、組合さんから本当暑い中、ありがとうって言っていただいたり、いろいろちょっと目標があるんですけど、それに向かって同じ秘書の仲間と仕事していくことにやりがいを感じます。総菜の売り場作りや商品作りがすごく好きですごく楽しくて、もちろん目標を達成した時はすごくやりがいを感じますし、組合員さんからこの商品美味しかったよとか要望にお答えした時に組合員さんからありがとうって言ってもらえる時はすごく嬉しいです。どういう人が向いてるっていうのは、本当人と話すのが好きな方が一番向いてるのかなと思います。本当にご高齢の方から小さいお子さんとかとも、触れ合う機会があるので、もう本当年齢層関係なくコミュニケーションを、取るのが好きな方が向いてるのかなと思います。人と関わるお仕事が多いので人のことが好き、もう人と関わることが好きな方はとても向いてるお仕事だと思います。でまたララは女性も多く活躍していて、私も今子供が2人いるんですけども、その 2度の出産と育休を経て現場に復帰しています。で現場復帰の時はすごく不安なこともあったんですけど、上司の方と話を聞いてもらって、で今でも現場のスタッフさんにたくさん支えてもらいながら働ける環境なので、女性でももうバリバリ働けるところだと思います。最初入って不安なことはたくさんあると思うんですけど、まずしっかりサポートに、ついてくれる人が一人まずついて、でそれで配達の時とか運転も不安だと思うので、しっかり運転に慣れるまでは、隣に、先輩がついてくれて、しっかり見て、大丈夫って思った時に、しっかり独り立ちをするようにしてます。またいろいろ悩みがあったりとかも出てくると思うので、本当に仲がいい職場なので、いろんな方に相談できます。もちろん上司だったり、プライベートでも悩みも、しっかり取り除けるようにサポートをしていくので、皆さん一緒に働きましょう。ララコープは組合員さんの暮らしに貢献するお仕事がたくさんあるので、とてもやりがいはある仕事だと思います。でまたいろんなことにチャレンジができるので、もうその人に合ったお仕事が絶対あると思います。入って不安なこともあると思うんですけども、絶対もうみんなが助けてくれるので絶対大丈夫です。